こんばんは。 BS ニュース 4K プラスふるさとです。今日は来る途中で土砂降りの雨に降られましたねちょっと氷が降ったところもあったようですよね、はい、週末のお天気どうでしょうか。気象吉井さんです。明日は広く晴れる見込みですが、明後日は西から雨雲が広がってきそうです。後ほど詳しくお伝えします。まずはこの時間の主なニュースです。ドイツ南部バイエルン州の観光地の近くで3日列車が脱線する事故があり、これまでに4人が死亡、およそ30人が怪我をしました。地元のメディアは脱線した列車はミュンヘンに向かっていて、3両が脱線したと伝えています。乗客の中に外国人がいるかなど詳しい情報は分かっていません。